ちょっとこれ。はい、ということで、何でもいいから可愛いなおこちゃんのことを話したいチャンネル、なおこの館館長のまちろです。可愛いなおこちゃんがデビューした1980年は、私小学校6年生で、まあ結構クラスでね、可愛いなおこちゃんが好きとかね、その時は叫んだりしてたと思うんですけど、クラスの中で。まあでも自分と同じぐらいなおこちゃんが好きっていう、まあ男の友達もいなかったし、まあ男の友達と話す時は YMO がかっこいいとか、オフコースの曲がいいとかね、そういうニューミュージックのまあ話をすることはあったんですけど、まあそんなにね、なおこちゃんの話を私がこう友達にしても、あ、そうなんだとかね、それで終わっちゃうんですよね。でまあ女の子だったらなおこちゃん好きっていう人もなんかちらほらいたような感じなんですけど、まあこの頃ってね、思春期だからなんかあんまり女の子とは話せないっていうかね、ちょっと話しただけでもヒューヒューとかね、なるから、だから誰かとこのなおこちゃんの話をね、もっとこうマニアックにね、延々とこう話せる人って誰もいなかったんですよね。でもこの自分が好きと思ってるものを、誰かと話してこうワイワイ盛り上がってね、共感したいじゃないですか、お互いに。まあ今だったら SNS でね、好き同士で話ができますけど、まあ昔はないから、じゃあそういう自分の欲求をね、何で満たしていたのかっていうと、それが今お見せしたこの手紙の山、文通です。中1時代とか中1コースとか、まあ、そういう雑誌があったんですけど、そこに文通募集っていうのが出てて、でその中でね、可愛いなおこちゃんが好きとか書いてある人にこっちから手紙を出して、まあ、その当時はその雑誌にね、その人の本名とか住所とかそういうのが全部載ってたんですよ。すごいですよね。まあそんな感じで出したんですけど、出したからといって全員から返事が返ってくるわけじゃなくて、まあその何割かっていう感じでしたけど、でまあその時のね、この手紙が、もうほとんど残ってるから、まあ、そこでどんな奈緒子ちゃんの話をしたのか、ちょっとね見てみたいと思います。まあ奈緒子ちゃんの話ばっかりじゃなくて、まあ一部なんですけど、大体読んでてどんな話したのかなっていうのがね、分かるっていうか、まあ、あと奈緒子ちゃんだけじゃなくてプロレスも好きとかね、オフコースが好きとか、まあそういういろんなあれでも出したんですけど、だから中にはこんなね手紙と一緒に、こういうなんか入ってて、ほらこれタイガーマスクのポスターとかね入れてくれたりとかして、でこれなんかは岩井沙織ちゃんのカードが入ってて、まあ多分ね、奈緒子ちゃんの他に誰が好きなのって言われて岩井沙織ちゃんって言ったのかもしれないですね。でこの手紙には、好きなタレント可愛奈緒子、伊藤舞子、中森明菜とか書いてありますね。それと、ここに書いてあるのは、可愛奈緒子の新曲聴きましたか、とってもいい曲ですね、まちろちゃんはもうレコードを買ったかもしれないね、私も今度の曲はとっても気に入ってます、だからハピハピレディーってことが書いてありますね。これはそよ風のメロディーが発売されてってことですよね。それと、こんなのが入ってますね。なんかこういうね、女の子ってこう折り方がすごい凝ってましたね。でこの手紙の PS のところには、コントロールいい曲ですね、まちろちゃんならレコード買ったんでしょうね、まあそんなことが書いてあります。まあ多分ね、今度なおこちゃんのこういう曲名の新曲が出るよとかね、アルバムが出るよとか、もう毎回話してたんだと思いますね。まあそれにね、懲りずにこう相手の子もねついてきてくれるっていうかね、ありがたいですよね。であとこの封筒の中にね、さらにハガキが入ってて、こんな感じの、この子は北海道の子で、時々ねこういう絵ハガキみたいなのくれたんですけど、でこの表面にはこんな感じで奈緒子ちゃんのシールがね貼ってあります。逆さでごめんね、許してくだしゃれとか書いてありますけどね。でこの手紙には、これね、なおこちゃんの予約カードが入ってました。でこれはこの子が私にくれたんじゃなくて、私がその子に送ったんです、あげるよっつってね。そしたらこれ、こんな大事なものをもらっていいのか分かんないから返しますっつって、まあ送り返されてきたものなんですけど、まあ多分ね、まあこの子もね、なおこちゃん好きって言ってたんですけど、私と同じぐらいの熱量で好きじゃなかったと思うんですよね、きっとね。だからもしかすると私のナオコ熱っていうのがね、熱苦しかったかもしれないですね。まあでもね、いつも気遣ってこうやってナオコちゃんのシールをこの封筒のとこに貼ってくれたりとかね、すごくいい子でしたよね。
まあ、直子ちゃんに関する文通のあれはこれぐらいなんですけど、まあ、文通やってて応募した元の子にはね断られたんだけど、その子からの紹介で私あなたに手紙書いてますって感じでね、こうやって手紙来るパターンもありました。まあ、そういうケースの場合は大体私やってましたね、嫌がらずに。でそうすると今度その友達が、私の友達が誰かと文通やりたいって言ってるからって言って、私の別の友達を紹介して、まあ、そんな感じで、何人かのねこうグループで文通やってたとかね、そういう時期もありましたね。はい、まあ、こんな感じで、文通という手段でね、直子熱っていうか、その気持ちを、まあ、なんとかこう消化してたっていうかね、まあ、本当に相手に迷惑だったかなっていうぐらいこう熱をぶつけすぎたかもしれないんですけど、まあ、本当に当時ね付き合っていただいてありがとうございました。皆さんもそんな思い出があるでしょうか。はい、以上です。ではチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。では